乗り越えて楽しさに変えて。おとぎ話いいですよね。感情移入するという点では鶴の恩返しが一番好きかもしれません。老夫婦に助けてもらった鶴の気持ちがとてもよくわかりますから、私も鶴と同じなんです。違います。そんな変身するとかではありません。鶴と同じで、大切な人に優しくしていただいたことをずっとずっと胸に留めているんです。大切な人というのはあなたのことですよ。優しいあなたの心はいつも私に勇気をくれるのです。願わくば私もあなたに勇気を差し上げたいと思っています。これからもあなたのおそばに置いてくださいね。